加藤官房長官は新型コロナウイルスワクチンの企業や大学などでの接種について今月21日に開始すると発表しました地域の負担を軽減し接種の加速化を図っていくため6月21日から企業や大学等においてワクチンの接種を開始することを可能とすることとすす。るこいたします企業などでの接種はモデルナ製のワクチンを使用する方針で 企業内の診療所や会議室などでの接種を想定しています。従業員のほか、その家族や周辺に住む住民も接種の対象とする方向です。また、政府は今日、ワクチンの開発や生産の迅速化に向けた国家戦略を取りまとめました。新型コロナワクチンをめぐっては、海外製ワクチンの国内での供給が遅れたほか、国産ワクチンの実用化の見通しが立たないなど、課題が浮き彫りとなりました。 研究開発拠点の整備を進めるほか緊急時に迅速に薬事承認を行う制度を検討しこうした課題を解決していく考えです。